はい、なんて言ったらいいかな。もう会えないんですよ。会えないけど、それでもずっと大切に思ってるのは、その人のことが本当に大事で、いまだに思い出して苦しかったり悲しかったりするけど、それはその人を愛してるからなんだっていうことを思って書きました。聞いてください。永遠のディアリスト。